こんにちは、ゆうです。前回ね、このサーフェスデュオ2のケースについてちょっと解説しました。最終的にね、マイクロソフトの純正のペンカバーと、結構どこにでも売ってるこのサーフェスデュオ2用の汎用の社外のカバーを加工して、何度かクルリンパそこそこできるケースを作ったよっていう動画だったんですけども、やっぱりね、ちょっと納得いかない。このクルリンパ具合もそうですし、ペンカバーはもうほとんど手に入らないので、1年ぐらい使うとやっぱりボロボロになると思うんですよね。で、こっちの汎用のやつは加工してもあまりクリンパができないので、なんとかクリンパできるし、保護もちゃんとできて、機能的なケースを作りたいなっていうのが、ちょっとケースを作ってから考えてたんですけども、プライムデーでちょっと前々から狙ってた 3D プリンターの方を買ったので、今回はこの 3D プリンターを使って僕の考えた最強のサーフェスデュオ2ケースを作ろうっていうのが今回の目的です。とは言ってもね、 3D プリンターまだ開けてもないので、ちょっと開封していろいろものを作ってみてから、ちょっと試作品をいろいろ作ってみてケースにできるかどうかまでやっていきたいと思います。それではまず開封の方からどうぞ。こちらで、3D プリンター、先日ね、プライムデーで購入したエレグー、ちょっとなんて読むかわかんないんですけど、の 3D プリンターです。結構使いこなすのが難しそうなんでね、ちょっと開封して使っていってみて、ちょっと実用的なものができないか、ちょっと慣れていきたいと思います。それじゃあ早速オープン。フラジャイル、壊れ物。昔ミスチルのね、曲でね、フラジャイルってあったんですよね。それで初めて壊れ物っていうのに知りましたけど、早速オープン。オープン。ユーザーマニュアル、スクリーン、本体、日本用の電源ですね。パワーライン、ツールキット、中身はこんな感じですね。ここには AC アダプター、ろ過する錠後、スクレーパー、ヘラ、なんだこれ、ニッパー、ネジ類、 USB メモリ、謎のゴム。中身はこんな感じですね。いや、やっぱり中華製品無駄になんかいろいろ入ってますね。品質はものすごくあれですね。内容物はこんな感じ。マニュアルは結構ちゃんとしてますね。ただなんかこんな消してあったりするの、なんだよ、ちょっと怖いな。まあこんな感じでセットアップの方法とかいろいろ書いてますね。ちょっとこれ通りにやっていきましょう。まずは何々、フィルムを剥がす。プリンターと電源ケーブルを接続する。ビルドプラットフォームを取り付けてからネジを強く締めてください。エジンタンクを取り外し、 A4 用紙をプラットフォームの A4 の紙がないんで、チラシで。ビルドプラットフォームが止まると片手で押して中央に位置付け、ベンチで締め付けます。ちょっと日本語がよくわからん。紙を吹き出す時に抵抗が少ない場合は効果、スッと引き出せれば OK。 ちょっとここら辺の日本語がかなり怪しいですけど、まあなんとか頑張って日本語訳したんだなっていう感じはしますね。インターフェースに戻り、 Z=0 をクリック。これで Z の高さが調整できたんですね。はい、これでレベリング完成。で、これを
こいつけてネジを締めるけど、これはこれのカバーのゴムみたいですね。よいしょ。このゴムなんで別体品なんですかね、消耗品なんですかね。よし、かけました。印刷テストを してみようということで、 USB をかけてマスクと手袋をしてレジンを入れましょうと。マスクと手袋はついてません。レジンはね、一応純正の水洗いできるタイプを買ってます。レジンついてないんですよね、プリンターに。ここら辺のネジとかレンチは何だったんだろうっていう。とりあえずレジンを入れて、タンクの3分の1レジンを入れます。レジンを3分の1入れます。本当にこんなに入れちゃっていいんでしょうか。造形物ファイルのこれですね。さあ、うまくいくでしょうか。ちょっとテストなんでね、もう撮影せずにやってみますかね。というわけでどうなるか、プリント後のお楽しみ。おお、入っていった入っていった。はい、おはようございます。朝起きたら2時間37分で完成したとなってますね。さあ、結果はどうでしょう。おお、無事造形物ができております。これは感動ですね。外してスクレーパーで取って洗浄ですね。まずね、洗浄はこのザバスで洗浄します。まあ、洗浄用の無水エタノール買いましたけど、水洗浄できるんでね。まあ、ハーパシ用のスクレーパーも買いましたけど、とりあえずついてたんで、この付属品のスクレーパーで取ってみますか。おお、綺麗にできてますね。いやー、オルファさんは偉大ですね。はい、これでチャポンチャポンと。オルファさんは偉大だけど、ステージがすぐ傷だらけになっちゃいましたね。こんなもんなんか。さあ、これをちょっと後で水で洗浄しますね。水洗浄できるタイプなんでね。で、これを戻します。フィルターはついてましたけど、この錠子がないと漏れてしまうみたいなんで、錠子を使って、錠子、はい、あとはこれを洗っていきましょう。はい、というわけでね、発動形物の完成です。あとはね、仕上げにおひでさんのネイルライト。いやー、アラフォーすぎてネイルライトを買うことになるとは思いませんでしたね。いや、アマゾン様様、店頭ではどんな顔して買えばいいんでしょうか。まあ、紫外線を当ててね、効果を促進させるという感じですね。はい、よく見る謎の物体、綺麗にできましたね。これを、はい、おひでさんのネイルライトでちょっと照射中。まあ、1分のボードしかないんですけど、これでいいのかな。まあ、わかんないですけど、標準設定でできましたけど、あとはこういう風に綺麗にできるようにするためのデータ作りですね。まあ、これは慣れるしかないんじゃないかなと思いますね。綺麗に側面の文字まで綺麗にできてますね。こっちは撮るときに弱っちゃいましたけど、あ、こんな感じでね、テストの方は無事終わりました。あとはちょっとオリジナルのものを何個か作ってみようかと思います。まずはデータ作りからやな。はい、というわけでね、 3D プリンターちょっといろいろいじってみました。
いろいろね造形物作ってみたりとかしたんですけども、例えばこういうね AC アダプターの壁掛け金具、はい、こんな感じでね液晶の裏に AC アダプターを隠すためのこういうねステーとか、まあこれあれですよね、某有名吉田さんがだような AC アダプターのね壁掛け金具、金具じゃないけどとか、生活感あるものといえば洗面所にあるねこれですね、このひげ剃りを棚に引っ掛けるための金具ですね。これは最初1回作ったんですけど強度が足りなかったんで形をこんな感じで補強して作り直したりとか、こういったものを作ったりとかしましたとか、あとこういったもの、これはね次回のねケース作りでもちょっと活かされると思いますけども、いろいろ作ってみました。だいたいね使い勝手分かってきたんで、次回以降はサーフェスデュオ2のケースを自作していくところをちょっとご紹介できたらなと思います。ちょっとね今回ケース制作全般最後までやろうかと思ったんですけども、動画が長くなっちゃったんでケース制作は次回以降ということで、というわけでね今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思われた方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。